良かったのはこれ。わーやばい。なるほど、ジャム。これはチンゲンの。本当だね。ね、かわいいね。ドアの向こう、空中だ。ね、どこ？まあ、ナッコール、見に行こう。ダナーさんかな？かわいい。なんかこう、これ良すぎじゃない？に来ていて、ここにいます。ブードゥードーナツ、ブードゥードーナツします。ちょっとね、前回食べた時のメープルベーコンドーナツがすごく美味しくて気に入ったので、あとね、インスタでねメッセージくれて、ここで働いている日本の方がいるみたいなので、ちょっと会いに来ました。というわけで行ってみましょう。ここニューヨーク？やったみたいなって思うけど、でもやっぱり私はこれだな。ベーコンメープル。ベーコンメープル。シンゲンはどれ？あれ。どれ？これ。ママは？どれ？これか。ダディはどれでしょうね。どれを選ぶのか。リンゴファイア。リンゴファイア。どれそれ？リンゴファイヤー辛そう。そうね、めっちゃ辛そう。唐辛子のっとうやん。じゃあ、はい、これしよう。いらんって。ダディいらんって。メンティスマフィア。ポートランド。ね、それちょっと気になる。ポートランドクリーム。何が入っとるとか。これにしてよ、これ。ジャム。それっやジャム。ジャム。ジャム。Thank you. あったあったあった。どれ？キャンディー。Okay. Thank you. ママ。食べれたっけ？そこが。あそこにある。で、あの人。あ、ダディこれでしょ？このピンクやつ。ママよママ。ママよそれ。あらね、あれ？本当にすごい。どこに東京って書いておる？よくわかったね。見えた？買いました。あ、本当だ。アムステルダム、東京、ポートランド。でも雨が降ってきた。開けてください。オープン。今日買ったのはこれ。うわーやばい。すげえうまそう。
ブールーロールです。なるほど。中はジャムかな。ジャム、はい、これは信玄の、うん、ちょっとついてるけど、ね、本当だね。ちょっとどけたい。じゃあちょっとどけますよ。ど、うん、けて邪魔やね。信玄取っていいよ、はい、先にね。ちょっとなんか誰かの超ちっちゃいよ。いい、はい、触れないよ。それ何ですか、しんちゃんの。ちょっと見せてもう一回。チョコレートコーメン弾いてしまった。あ、普通のやつね。チョコレートケーキって。美味しい？うん。へえ。ビーガンそれ。いや違うんだ。これこれすごいね。目とかない。これ目。これ目よ、これ。これ目。マミーの見せて。ハイビスカス。ハイビスカス間違いないよ。美味しい。美味しい。酸っぱいと？ちょっと酸味はある、うん、好きよね、それいつも頼むよね、うん、これしか食べません。私もいつもこれしか食べません。信玄もいつもこれしか食べません。ダディだけいつもなんか迷ってます。失敗したくないじゃん。そうだね。しんちゃん買いました。すごいね。でも食べたけどちょっと。メープルとベーコンのドーナツです。美味しいよね。美味しいじゃん。なんかね、香ばしいとちゃんとベーコンが、うん、もう一回食べてみる。はい。あ、美味しそう、うん、美味しい。美味しそう。メープルの甘ったらくない感じ、うん、甘いんだけど、うん、この塩気欲しくなるやん。わかるわかる。そしたらここに塩気があるっていう最高、うん、最高。ハンバーガーとポテトみたいな感じ。あ、最高。ハンバーガーとポテト甘くないし。塩っぽさしかない。ソフトクリームとポテトみたいな感じ。あ、そうそう。わかりますかね。わかります。おいしいね。おいしいね。ポートランド来たらもうこれよね。信玄間違いない。乾杯。やだ、嫌がられました、うん、というわけで、はい。およくわかったね。空港に行くときにさ、見つけたダナーのファクトリーショップがすっごい気になっていて連れてきてもらいました。今日はね、ちょっと靴変えるほどバッグにスペースないんですけど、見たかった。え、かわいいね。ドアのここ靴だ。え、どこ。わ、何個おる。見に行こう。ダナーさんかな。かわいい。わ、いいね、ここめっちゃいいじゃん、かわいい。だな、しかも消費税ゼロですから、すごいね。最高やん、消費税ゼロ。やばい、めっちゃ欲しい。マーベ400ドル、消費税ゼロ、最高やん。これがかわいい。140ドル。T シャツめっちゃかわいい。
こう頼んだ。すごい、ここで本当に作ってるんですね。本当にっていうか、ここで作られてるんですね。すごい。最高。大好きコリアンバーベキューということでこちらに来てます。そう、結局ね、ダナーではやっぱり荷物が持って帰れないってことで何も買わなかった。我慢しました。私はなんかわからないけど